はい、どうも、メンヘルおじさんです。まあ、相変わらず体調は悪いんですけども、というところです。で、まあ、ギミックスや、まあ、その他の銘柄もですね、決算前ということで、まあ、多少下げたけども、まあ、そんな変わらんというところでございました。今ね、ツイッター見てたら、サイゼリアの件で、なんかバズってもいるし、炎上してるみたいな。のがあってですね、なんか興味深くタイムラインをちょっと、タイムラインとかまとめサイトとか見てたんですけども、どうやら、サイゼリアで、美味しそうに食べている、女の子のイラストで、なんか、炎上してるみたいなんですね。だからそんな、安いところで満足できる女がいいんかよ、みたいな、なんかそういうような、なんかフェミニスト満載感で抗議していると、女性たちが。で、女性たちがって言っても、特定の女性たちがでしょうけども、で、まあ、男からしたら別に、あんまり、なんとも思わんな、みたいなところで、むしろなんか、微笑ましいみたいな感じのバズりの方が多かったんですけども、まあ、まあ、言うたら、うがった見方って言ったらあれですけども、なんかまあ、別にそれ作ったことに対して意図はないんだと思うんですよね。多分、その生活感のあるところでも全然満足してくれる絵っていうので、まあ、ほっこりするというところだと思うんですけどね。なんか、まあ、デートでサイゼリアって言われたらやっぱ嫌やなっていうのはやっぱ女性側からしたらあるんかなとかっていうのは思うところです。まあ、おじさん自身が別にサイゼリア全然行かないんでよくわかんないんですけど、まあ、なんかそういうコメントの中でね、コメダとかの話も出てきたんで、あ、コメダならちょっと気持ちわかるかなとか思ったんですよ。思ったというか。でも僕自身はコメダ好きなんですけども、なんかデートでコメダに行くってなって、っていう風になったら、まあ、気持ちわからんでもないかなという思い半分、コメダ、田舎とかってコメダとかしかないんで、全然コメダ好きやけどなとかっていうところで、なんすかね、やっぱり男として、男側で見てるからあんまりなとも思わんのかなとか思った次第でございます。で、まあ、個人的にはね、お見合いをまあ100回以上やってるっていうことはまあ動画でも話してるんですけども、その、なんていうんですかね。まあ、マッチングはするけども、そのタイプかタイプじゃないかよくわからん女の人とお茶をするのに、個人的にはスタバとかでもいいと思うんですよ。混んでなければ。スタバとかコメダでもいいと思うんですけども、なぜかホテルのラウンジなんですよね、大体。でもこれ暗黙の了解で、で、コメダやったら、まあ、言うたら5、600円で済むところが、大体1000円ぐらいするんですよ。で、大阪で大体1000円ぐらい。東京やったら高いところ1800円とか言ってましたから、で、それで二人分払うでしょうと、なったらですね、個人的には、なんていうんですかね、まあ、やっぱ気構えていくし、で、まあ、それなりにお話もするし、っていうところで、気も使うし、で、まあ、言ったら、まあ、おじさんなんか、まあ、ジャージとか、もう全然こう、なんていうんですかね、が好きなんで、もう、ダラダラっとした服で行くんですけど、なんかそんな服じゃ許されへんみたいな、スーツは当たり前みたいな感じで行って、まあ確かにオフィシャルだし、なんていうんですかね、まあお見合いって場だからっていうところで、フォーマルな格好せなあかんっていうのはなんとなくあると思うんですけども、もう個人的にはなんかその、なんていうでしょう、その場が盛り上がったら僕は別にお金は関係ないと思ってるんですよ。で、まあ一応お互いに興味あるもの同士やから、それなりに興味があって盛り上がったら別にお金のことはどうでもいいんですけども、マジで盛り上がらへんっていう時がね、もう半分ぐらいあるんですよ。なんかまあ言ったら、まあ、お互いのパネルマジックみたいなところありますよね。自分の120点の写真で言ってるから、会った時想像と違うとか、あるいはその2年前とかに撮ってて、で、体型も顔も変わってますとかっていうところもあるし、で、またマスクしてるから、症状がわからへんから、その喜怒哀楽が読めなくて、なかなか会話がしづらいとか、いろいろあると思うんですよ。で、まあ、要は、お互い歩み寄って、盛り上がってれば別にその分のお金とかっていうのは気にしないんですけども、そうじゃなければ、なんだろう、何のためにこんな金かけてるんやろみたいなところも思うし、で、まあ言うたら、その後、デートに行っても、なんて言うんですかね、デートに行ってもそんな盛り上がらへんということも多々あるんですよ。であれば、個人的には、なんかもう、コメダとか、で、全然こう、なんていうんですかね、まあ、しょうもない話しながらですね、言うたら、まあ、アイスコーヒー、ホットのじゃないな、なんか、たっぷりアイスコーヒーとかあるんですよね。5、600円で。で、それで、なんか、だらだら2時間くらい喋らせてもらって、楽しかったですって言って、また今度どっか行きましょうみたいな感じで行く方が、全然楽しいし、有意義やし、いいなぁと思うんですけどもね。わかんないです。まあ、両方やった人はどうなんでしょうね。どう思うかわかんないですけど、男からしたらやっぱそっちの方が、生活感とか、
出るかもしれないですけど、好きかなというのがもう僕自身の意見ですね。で、まあ、言うたら、飲み屋とか、ご飯屋さんとかも別にファミレス、まあ、どうなんでしょう、ファミレスも。僕自身がファミレスとかにあんま行かないんですよ。行かないっていうのは、できれば、なんか店主さんと話したいみたいな、ところがあったりとか、なんかその、言うたら、いつもと違うところに行きたいから、まあ、ファミレスプラス1000円、2000円のところで、言うたら落ち着いてご飯を食べるとか、あと、まあ、夜やったら1万円ぐらいするけども、ランチやったら3000円とか5000円でするようなところに食べに行くのが好きやからやってるんであって、別に、なんだろうな、まあ、その、全然タイプじゃない人とそんだけ高いお金出して行っても、盛り上がらへんやったらちょっと行くのはなぁ、とは思ったりはします。なんか、まあ、盛り上がりにくいところに美味しいご飯があったら、まあ、なんとか話持つかなっていう気持ちでも行くんですけども、本当はそんなんよりも、なんかこう、フラットモーニングでも行ってですね、喋れる人と、やっぱり、長いこと付き合いたいなと思うなというところですね。なので、そういう、言うたら、まあ、別にファミレスで、盛り上がる、女の子と、みたいな、ことに対して、別に、不快感はないかなというふうには思った次第でございます。多分これ男目線やったらそんなに不快には思わないんでしょうね、というところですね。まあだからといって、なんですかね、まあそんなに金かけへんのかって言われてもちょっとよくわからんなというところなんですけど、かけるかけへんは多分本人の自由やと思うんで、僕自身はどっちかって言ったら、より仲良くなるためにテーマ性をつけて、そういうところに、行きたがるかな。そういうところとか、コメダとかじゃなくて、まあ、ちょっと観光地を回ったところで、言うたら気になるお店みたいなのを見つけて、一緒に行きましょうみたいな形で行くと、話題作りにはいいから、まあ、デートの間の小デートみたいな、なんかその、なんですかね、まあ、関西ウォーカーとか一緒に見ながらなんかお茶するとか、そんなんにはいいんじゃないかなとは思ったりもするし、別にそれはそれで、そこでランチするっていうのもまあ一つね、いいんじゃないかなと思ったりするし、別にそこは、なんかこうしないといけないっていうことは多分、ね、男性も女性も、そら、星の数ほどはいないですけども、ね、みんなそれぞれ違うんで、感性も違うから、なんか変に叩くのはどうかなと。いうふうに思った次第でございます。っていうところを、まあ、ブサイクのおっさんに言われたところで、というところなんでしょうけども、まあ、一応ね、視聴者の皆さんと価値が共有できるかわかんないですけども、まあ、おじさんとしてはそういうことを考えてます、というところでございました。以上です。